はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は千葉県の理学療法士の正社員5年目、26歳の方の給与明細です。最終学歴大卒で、仕事内容は創業総合病院でのリハビリテーション業務。必要な資格やスキルが理学療法士免許で、勤務時間が1日8時間、残業30分。収入が、えー、総支給の年収で350万。 理学療法士として家庭のアドバイスとしては人との会話が好きな人を明るく接することができる人に向いている仕事だと思います給与明細で基本給が21万9600円地域手当4万3920円直近手当2万990円ベースアップ1万7000円チ勤務ベアで1350円総支給が30万2860円 そこから控除引かれて手取りが23万1973円となっています。えー、今回は理学療法士の方の給与明細でした。えー、まあ月々で月収30万超えてるので、まあ、かなりすごいんじゃないかっていうふうに思える給与明細でした。まあ、手取りも23万と、まあ、今の時代なかなかこれだけもらえる仕事ってのはないと思うので、えー やっぱり資格を持っていると強いなってことがわかる給与明細でした。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。